どうもこんにちは。今回はですね、ついついAmazonで買い物をしてしまったので、そちらをご紹介したいなと思います。今回ですね、ポチってしまったのはこちらです。こちらは、焚き火台。いろんな方にコメントいただいている中で、二次燃焼する焚き火台って結構いいですよっていうようなコメントをいただいたんですね。二次燃焼という言葉を知らなかったので、ちょっといろいろ調べていくと、二次燃焼っていうのは何かっていうと、どうもですね、物を燃やした時に煙が出ますよね。で、煙の中にまだそのガスとかが残ってるから、それもしっかり燃やしちゃいましょうっていうようなことらしいんですね。その煙すら燃やしてしまって完全燃焼させてしまおうっていうのが二次燃焼なんですけれども、まあその煙を燃やすっていうだけあって、煙が出にくいっていうのが特徴みたいです。先日ですね、デイキャンプをしてシチューを作ったんですけれども、まあ、その動画を見ていただくと分かるんですけれども、結構ね煙がすごいんですね。で、煙がすごいんで、どうしてもこう煙を避けながら料理しなきゃいけなかったりとかっていうことがあったので、この二次燃焼っていうものをしてくれる焚き火台をちょっと購入しようかなと思って、今回これを買ってみました。で、まあ高いもので言えば、ちゃんとしたところの、ちゃんとしたところというか、その有名どころのものでだいたい1万3000円ぐらいするんですが、単純な作りだと思うんで、そこまで機能も変わらないと思うので、今回は安いものにしてみました。で、続いて購入したのがこちらです。キャプテンスタッグの、火起こし器。たまにはですね、その炭火焼きっていうのもやりたいなと思ってて、で、思ってるんですけれども、炭に火をつけるのって結構めんどくさいじゃないですか。着火剤を置いて、その周りにまあ燃えやすいものを置いて、で、その上にこう炭とかを置いて、ライターで火をつけたり、で、それでも火がつかないんでバーナーで炙ったりっていうようなことになるんだと思うんですけれども、結構ね、その作業がめんどくさくて、炭を起こすってことを最近してないんですね。で、まあそういうことをしてないのでですね、今回は火をなるべく起こしやすいようにと思ってこれを買ってみました。多分ですね、構造的には下の方に穴が開いてて、そこから多分空気をこう上の方に上げていくっていう構造なんだと思うので、この構造であればですね、なるべく早く火がつくっていうのを期待できるんじゃないかなと思ってます。これもですね、そんな高いものではないので、まあ、ちょっとお試しみたいな感じですね。でですね、僕的には動画をですね、なるべくアップしたいなと思ってるんですけれども、キャンプ場がですね、近くにある方であれば動画とかも撮りやすいのかなと思うんですけれども、僕ん家からですね、キャンプ場までだいたい1時間半ぐらいあるのかな、車で1時間半ぐらいかかるんですけれども、さすがにそこまで距離があるとですね、なかなか行くことができなくて、行くことできないんですけども、まあ、バーベキューとかですね、外でこう料理を楽しんだりっていうことをちょっとしたいなと思ってて、家の外であればちょっとした広場みたいなのがあるので、まあ、バーベキューはできるんですけれども、そのバーベキューしようと思ってもなかなか炭に火がつかないと結構億劫になってきちゃうんで、まあ、そういうこともあってですね、これがあって火がつきやすければ外でこう動画撮って遊んだりとかもできるかなと思って、ちょっとねこれは楽しみにしてます。でですね、まあ、他にもちょっと欲しいなと思うものが何個かあって、例えば、キャプテンスタッグのベンチだったりとか、ガス缶は買ったんですけども、実際にランタン部分を買ってないので、ノクターンとかちょっといいかなとも思ってるんですけども、まあね、なんかやっぱあれもこれもと買ってるといつの間にか結構すごい金額になっちゃいそうなので、今ちょっと自重してます。まあ、とか言ってですね、2週間ぐらいしたら買えそうな気もするんですけど、まあ、とりあえずはですね、自重ということで。そして一番最後に買ったものなんですが、まあ、これが今日の本命なんですけども、こちらです。寝袋。寝袋もですね、調べると、まあ、2、3000円ぐらいから高いものは数万円っていう感じであるんですけれども、前にですね、キャンプグッズを売ってるお店で実際に見に行ったんですけれども、結構高かったんですよね。有名メーカーだからっていうのもあると思うんですけれども、だいたい2万円とか3万円からみたいな感じだったので、ちょっと手が出なくてですね、今回はインターネットで買うことにしました。実際にですね、お店でその高い寝袋っていうのを触ってみると、確かにこうふかふかだったりとか、まあ、これあったかそうだなっていう感じではあるんですけれども、インターネットなので実際に触ることができません。で、できないので、なるべくですね、レビューの内容と、あとだいたいこういった素材でできてるよっていうことを信じて今回買ってみました。まあ、結構ですね、インターネットで寝袋を買うっていうのは博打に近いところがあると思うので、まあ、今回は賭けですね。まあ、
実際来てみてどうかですが、まあ、とりあえず値段も安くもなくそこまで高くもなくっていうような感じで選んでみました。なぜこれを選んだかというと、一応ですね、最低使用温度マイナス15度って書いてあるのと、まあ、このマイナス15度っていうのもですね、実際どうかなっていう感じではあるので、まあ、ここはあんまり信用してないんですけれども、まあ、いつもですね、僕が行ってるようなキャンプ場だと、まあ、マイナスになったとしてもマイナス1度とか、まあ、多分おそらくそんなもんなので、これぐらいだったら耐えてくれるんじゃないかなということと、あと、まあ、車中泊でも使ってみたいので、まあ、多分これぐらいだったら大丈夫なんじゃないかなということで選んでみました。で、あとはですね、一応中にダウンが入ってるみたいなので、それであればですね、暖かいのかなと思ってます。まあ、一番どこが気に入ったかって言われると色になるんですけども、まあ、真っ赤な寝袋ってのもいいのかなと思って今回これを選んでみました。さあ、ということでですね、寝袋は一応ですね、明日到着予定で、それ以外のものは明後日到着予定になっているので、まあ、それからですね、実際どんな感じだったかっていう動画もですね、撮ってみたいなと思ってます。まあ、キャンプ動画は沼っていうだけあって、やっぱりですね、こういろいろ見てるとだんだんあれやこれやと欲しくなってしまうのと、あとあれですよね、実際に使ってみないとよくわからないっていうところもあったりするので、まあ、その辺はですね、こう人柱みたいな感じになれればなと思ってます。ということでですね、どんどんレビューしていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回に。